藤崎智之藤崎智之大正11年4月21日は日本の政治家衆議院議員高知市長土佐国土佐郡朝日村出身東京に出て法学を学び1885年から弁護士を開業したまた自由党の機関士土曜新聞の社長に就任し自由党代議士片岡健吉を支えた朝日村村会議員 同村長、土佐軍会議員、軍参事会員を歴任。その後、県会議員に選ばれ、副議長を経て、1897年に議長に就任した。当時、高知県の自由党は、都市部を地盤とする中央派と地方を地盤とする軍部派が対立していたが、高知市の青年を集めて、簡単会という組織を結成し、中央派の資料格となった。その後、 自由党の後ろ身の立憲政友会では、伊藤博文の総裁独裁制に反対して、高知出身の旧自由党員が集団離党し、藤崎もまた離党した。1904年、第9回衆議院議員総選挙に出馬し、当選。その後、軍部派は政友会に復党したものの、藤崎ら中央派はこれに反対した。1910年の補欠選挙に、 立憲国民党より立候補して再選された。また1906年から1917年まで高知市長を務めた。ありがとうございます。